ございます。支度をしてもうすぐお家を出ます。めっちゃ暑い。新しいカメラどうなんだろう。行きます。はい、ただいま京都に着きました。今から着物の予約をしてあったので、その待ちです。ちょっと早く着きすぎちゃったので、あと10分くらい待ったら浴衣に着替えて行きたいと思います。キラキラ、かわいい。出来箱みたいね。え、はい、着物着ました。に向かって今歩いてます。途中でこのレモネード買いました。熱い、熱々、酸っぱいけど美味しいです。熱い。自撮りにしてる？うん、そこなら映んない。いろいろあるね。はい、とりあえず清水寺に来たのはいいんですけど、着物でね、やっぱ清水寺の坂を登るのは大変だったので、正直あんまりおすすめしないです。でもとっても綺麗な写真が撮れたので、満足はしています。続いてはインスタグラムとかでめちゃくちゃ有名な八坂庚申堂に来ました。八坂庚申堂に来ました。撮って。キラキラ女子がたくさんいすぎてちょっと恥ずかしくてあんまりカメラ回せませんでした。やっぱりね、こういう京都の街並みって素敵ですよね。本当にこういう感じ大好きなので、関東でも最近こういう雰囲気な場所にね行きたいなと思って、京都帰ってきてから浅草に行きました。ここにも着物屋。関東でね、これからはいろいろちょっとそういうところを巡りたいななんて思っています。二年坂から三年坂に向けて歩いていたら抹茶館がたまたまあったので行ってきました。抹茶買いたいんだけど。え、それいいね。買う？はい、どうぞ。抹茶館で黒蜜なんだっけ、黒蜜タピオカ黒蜜抹茶ラテ、うん、買いました。ちょっと温かいんだよ、入れたてだよ。入れたて、いただきます。おいしい、抹茶濃い。インスタグラムでおすすめ聞いた時にかなりこちらの抹茶館の名前が上がってたので、こちらに行ってきました。思ってたより混んでいなかったのでタイミングかもしれないんですけど、とっても美味しかったです。はい、今何時ですか？もうちょっとで6時なんですけど、とりあえず
6時半までに着物を返さなきゃいけなかったので着物を返してきて今ホテルのチェックインをしました。京都は今日35度ぐらいまで上がってめちゃくちゃ暑いです。なんかやっとこうやってカメラに向かって喋る気がする。夜ご飯が河原町の方で予約をしてあるのでそれまでちょっと髪の毛をね直したいのとメイク直したりしたいなと思います。ホテルはね今回は普通の感じです。はい、お風呂に入ってきました。今はベッドでゴロゴロしてました。髪の毛ねもうセットしちゃっててガチガチだったのでもう汗もすごかったのでシャワー浴びて髪を戻しました。そして今7時半なんですけど今日上げた動画を確認したのでそろそろホテルを出て夜ご飯を食べに行きます。あ、見て足やばい足がなんだかんだたくさん歩いたので足が痛めです。急速あれ持ってきてよかったね。タークも足痛い？そうでもない。何？スニーカーだったからするか。私スニーカーじゃなくて下駄っていうのあれだったからなんかいつもと違う歩き方をするから変な筋肉を使った気がする。とりあえずお腹がペコペコすぎるので楽しみだ。映る？うん、ちょっと暗いけどね。今日はここです。じゃーん、名物のたらこ餅です。わっ、すごい美味しそう。いいです。ムービーだよ。え？ムービーだよ。知ってるよ。こんな感じで。わございます。今ゲットレディウィズミーとって朝ごはんを食べてきました。2日目です。昨日多分おやすみなさいとかも取らずに普通にご飯を食べて終わっちゃったと思うんですけど昨日はね朝も早かったし前の日寝るのが遅くて睡眠が足りてなかったのかご飯の最中にもうエネルギーじゃないなんだっけ充電が 0% にほぼなってしまいもう眠たすぎて帰ってきてすぐにお風呂入って12時前に寝たかな多分にはもう寝てしまっていました。はい、今日2日目はなんとか行きたいところがあるのでそちらに行きたいと思っています。 Get Ready With Me 撮ったけどなんか光がね足りなかったりねちょっとハプニングを引き起こしたのでぜひそちらも見てください。それでは行ってきます。バイバーイ。見て綺麗、待って。着きました。河合神社。ここは美人祈願ができるとインスタグラムで見つけて行ってみた神社なんですが御朱印ももらったし鏡絵馬もかけてお守りももらえてとっても満足でした。で、はい、スタート。こちらを買いました。はい、はい、皆さんあと御朱印もお待たせしました。これに挟んでさあ、四方画伯が大画伯のでもさ、これはさ、ちょっと可愛くするだけでいいんでしょ。そう、自分の化粧みたいな感じで描けって書いてあったね。
れに書いて後ろに、あ、ケアメイクとかあるよ、うん、どうやってやればいいんだろう、みんなどうやってやってるの。私はオレンジが好きなのでオレンジにします。暑いね、この中、うん、みんな見てね。リン美人水というものも有名らしくて飲んだんですけど、とっても美味しかったです。ぜひご都合気になった方は行ってみてください。そして河合神社は下鴨神社内にあるものなので、ついでに下鴨神社の方も参拝していきました。こっちで撮ってもいい？うん、御朱印は少し並んだんですけど、いただくことができたのでとっても満足でした。そして京都観光地ナンバーワンとも言われている伏見稲荷大社に来ました。観光地ナンバーワンだけあって人がたくさんいたので、あまりちょっとカメラを回せなかったんですけど、やっぱ千本鳥居は見るとね、本当に吸い込まれるというか感動的なものでした。私意外とこういう歴史的建造物大好きなのですごく楽しかったです。はい、一回ホテルに戻ってきました。京都駅でたくさんお土産を買いましたので、実家に送るものは段ボールに詰めて送りたいと思います。はい、でこんな感じであっという間に3日目になってしまったんですけど、3日目は駅の伊勢丹にある辻利でパフェを食べて帰りました。ちょっと夫のね仕事もあったので、私はそれを待ってたりしてちょっと帰るのが夜になってしまったんですけど、最後に京都タワーを見て帰ってきました。本当にね京都楽しかったので、完全にね帰ってきてから京都ロスで御朱印巡りにもハマっているので、ちょっとまた関東で日本らしいところに回れたらいいななんて思ってます。ぜひ Vlog 楽しんでいただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバーイ。